はい、ではインテリア見ていきたいと思います。まあ、僕のグレードはこんな感じでね、物理的な、ね、キーがあるような形でスマートキーじゃないんですよね。ベースグレードのみね、こういうような感じで上級グレードの2種類は、スマートキーとなっております。ちょっと開けていきましょうか。ロック解除ボタンがないので基本的には鍵の方でね、開閉するような形になります。これもねグレードによる違いなんですよね。なのでこういったところはね最低限の装備しかついてないので、こういうような形で鍵でねロックを解除するような形となります。ちょっと見ていきましょうか。はい、車内一応こういうような感じでね、まあ、ハイラックスはねこのインテリアのカラーしかないので、この黒をね基調としたデザインとなります。グレードによるね違いはあるんですけど、最上級の GRS 以外はねあんまり変化がないようなねインテリアとなっております。でちょっとシート見ていきましょうか。シートの方は僕シートカバーしてるんでレザーなんですけど、本来だねハイエースみたいなパブリックシートとなってるので、これもグレードによる違い でシートの方は、手動なんですよね。GRS のみね、電動となっております。あとはねこういう手動って形で、この辺もねタンドラと大きく違うところですね。当然ねシートヒーター、シートクーラーっていうのはね全グレード装備されていない機能なので、こちらも違いと言えます。ではねインナードアパネルも見ていきたいなと思います。非常にシンプルですよね。はい、下の方に小物入れ、ドリンクホルダーがあって、スピーカーですね。で上のスイッチが、こういうような感じでねミラーの調整だったりだとか、集中ロックがついておりますね。僕はベースグレードなんで、運転席のみねオートスイッチとなっております。でレバーの方もマットブラック、こちらの、ね、加速もねマットブラックになっております。こちらの素材はね樹脂になってるので、結構ねこういったところもねタンドラと違うようなところですね。でアームレストはねレザーに交換してます。標準だとね布のアームレストがついております。上級グレードのみねレザーとなっております。タンドラと違って運転席にもねグリップがあるので、これも嬉しいポイントですね。ただねこちら比較してみると足をかけるとこは狭いんですよね、ハイラックス。なので今これ奥までかけてるんですけど、上の方にボディが張り出てるのですごい踏みづらいです。運転席に乗ってみましょう。はい、今乗ってみました。やっぱりね、まあ、自分の車なんで結構しっくりはきますね。普通の方が乗ると結構ねやっぱ目線は高く感じるかもしれません。乗った感じ僕まあ2インチリフトアップしてるんですけど、タンドラよりね自分のハイラックスの方がね車高が高いようなね感じはしました。でちょっとステアリング周りから見ていきましょう。で僕のは一番下のベースグレードなんで、こういうようなねウレタンのほんとシンプルなねステアリングとなっております。左の方にナビ操作パネルですね。で右の方に、マルチインフォメーション、こちらのねモニターを操作するようなねボタンがついております。で真ん中がホーンですね。はい、中心にトヨタマークがついておりまして、タンドラと違ってねやっぱサイズがちょっとちっちゃいような気がしますね。当然握った感じもちょっとね細いような感じ、まあ、個人的には全然十分なんですけど、ちょっと細いような感覚がねあるかもしれません。でスポークの方はこういうような形状となってますね。下の方にこう2本あるような形で、ここはシルバー加色となっております。上のね、GRS グレードになるとねまたちょっとエンブレムがついたりとかね豪華になるような形ですね。で次メーター周りちょっと見ていきましょうか。メーター周りこんな感じですね。はい、ほんとねシンプルですね。シンプルなメーター周りになります。スピードメーターに燃料計ですね。でこっち来まして、タコメーター、水温計っていうような形で、ほんとね国産車にあるようなシンプルな形ですね。ただね乗用車と違ってやっぱトラックってね、タンドラもそうですけど、この辺にコンパクトなメーターになってるので一目でね情報が分かるので、その辺はね結構トラックらしくていいんじゃないのかなと思いました。とイグニッションオンにしてみましょうか。はい、こんな感じのねオープニングになってます。どうでしょう、個人的にはねタンドラよりはハイラックスの方がかっこいいんじゃないかなと思いますね。ただねこのメーターの迫力に関してはやっぱりねタンドラの方がねいっぱいメーターがあってすごいかっこいいなと思いました。ダッシュボードはこんな感じで、普通のね樹脂パーツになってます。レザーじゃないんですよね。まあ、ハイラックスはね全グレードここは樹脂になってるのであんまり高級感はないです。ただねダミーでこういうような縫い目があるのでちょっとね、まあ、面白いようなデザインですね。で右下にある操作スイッチですね。こんな感じでパワーヒーターとかね高軸調整とかね DPF とかついております。右の方はね、まあ、シンプルなスイッチですね。で下は、給油口のレバーとボンネットのレバーっていう形ですね。で左の方はこういうような形で上に送風口がありまして、ハザードのボタン、
でナビですね、まあ、僕は車外のナビつけてます。標準でね最上級グレード以外はナビはついておりません。オーディオレスとなります。でこちらはねグロスブラックのねパーツがついてますね。でこれもグレードによる違いで、僕のハイラックスはね一番ベースグレードなんでマニュアルのねエアコンとなっております。はい、下の方に降りてきて、ハイラックスねアイドリングストップがついてるんですよね。これ結構ね気づきづらいんですけど、毎回ボタンを押さないといけません、アイドリングをオフにする場合は。で右にデフロックですね、リアデフロックとトラクションコントロールオフっていうスイッチがありますね。右にね、12V のソケットがあります。小物入れがありますね。小物入れが、まあ、メガネとかね置くのにちょうどいいかなと思います。ドリンクホルダー2つで、レバーですね。はい、この辺はねタンドラと一緒かな結局。うん、基本的にはまあ同じになるので、こういうな感じでねパーキングから S モードっていう形であります。エコ、パワーと通常モードを3種類から選んで走行できるような形となっております。でレバーの方はやっぱちっちゃめですね。国産車にあるようなちっちゃめのね、タンドラ握った後握るとすげえちっちゃく感じるな。ウレタンなのかな、ウレタンで樹脂パーツがついてますね。で下に下がってきて、こちらもね小物入れがあります。小物入れがあって、コントロール、これ見るとわかるんですけど、いかにねタンドラのセンターコンソールがでかいかわかりますよ。これの3倍ぐらいありますからね。この辺もね大きな違いなのかなと思いました。で上の方は、ルーフの方はグレーなんですよね。こっから色が切り替わってて、天井とかはねグレーのねカラーとなっております。はい、で当然サンルーフとかの装備はねハイラックス全車ないのでご注意ください。で右の方にこちらがね車内灯ですね。で小物入れがこんな感じであるというような感じです。すごいねシンプルな最低限の装備です。後ろの方にもね車内灯ありますね。ちょっと助手席乗ってみましょうか。はい、では助手席見ていきましょう。やっぱりね黒がね貴重となっているので、本当シンプルなね内装となっております。ちょっと乗り込んでみましょう。はい、助手席にもね、乗り込む際のグリップがあるので乗り込みしやすいと思います。はい、今乗り込みました。運転席よりはねやっぱりね助手席は広く感じますね。はい、タンドラほど幅はないんですけど、やっぱりね足は十分伸ばせるぐらい。結構ねハイラックスはね助手席が一番快適なのかなと思いました。こんな感じですね。で先ほどの運転席から横にこう伸びてるようなねパネルパーツがついてますね。で上にアッパーボックスがハイラックスはあります。アッパーボックスがあって、僕まあ ETC とかも入れてるんですけど、こういうような感じでティッシュ箱入るぐらいのねサイズのものがあります。はい、で下のグローブボックスもこういう感じで装備されて、まあ、車検証入れたりとかねこういうような感じで、まあ、個人的にはねこういったところはタンドラよりね使いやすいのかなと思いました。でドリンクホルダーもこちらにあるような形ですね。最低限の装備のみあるような形ですね。うん、どうしよう、やっぱ運転席とのねやっぱ距離は近いですね。結構タンドラと比べてやっぱ近いですけど、コンパクトカーぐらいなのかなと思いました。ミニバンほどね運転席と離れてるような感覚はないですね。はい、では次にね後部座席ね乗っていきたいと思います。これね横から見るとわかるんですけど、やっぱフロントのドアとねリアのドアでねだいぶねサイズがやっぱ違いますよね。フロントのドアですらタンドラのねリアのドアより小さいので、いかにねタンドラが大きいかわかるかなと思います。ちょっと後席見ていきたいと思います。はい、じゃあ乗ってみましょう。あーやっぱ狭いな。フロントの運転席マックスで下げてるんですけど、マックスで下げるとこんな感じ。やっぱ比較するとねいかにハイラックスが狭いかわかるかと思いますね。というかタンドラが広すぎるんですよね。タンドラに比べてやっぱりねハイラックスはねリアがねこう直立になってるのかねわかるかなと思います。はい、この辺もねやっぱりそのサイズ感による違いだと思います。ちょっと乗ってみましょうか。で後ろの方にもこのグリップがあってね、こちらを掴んで、結構ねこのグリップ掴みやすいので、子供とかお年寄りとかね使いやすいものなのかなと思いました。ここを握って乗ってみたいと思います。今運転席の後ろを乗りましたね。でハイラックスね結構見晴らしはいいんですよね。僕他の動画でも言ってるんですけど、後ろから見るとすごい見晴らしはいいです。結構ねルーフとかも見えるような感じで、ただね結構天井までやっぱ近いので、結構ね乗っててちょっと窮屈に感じてくることはあるかもしれません。で足元はこんな感じ、ほぼほぼ当たってますね。1時間ぐらいの、ね、移動であれば全然苦にならないぐらい。ただね高速で何時間も移動ってなるとちょっと辛くなってくるかもしれません。足元はこういうような形ですね。広いとは言えませんね。で後席もこんな感じで、まあ、一応5人乗りなんですけど、なかなかね大の大人が5人になると厳しいのかなっていうような感想です。左の方もねしっかりバッチリ見えるので、視界はすごいね後ろ結構いいなと思いました。後席をチップアップして、この下にね小物入れがあるんで、ちょっとねチップアップやってみたいと思います。
はい、今チップアップしてみました。で、僕のはねベースグレードなんで、このシート一体式なんですけど、上級グレードはね、6対4分割でどっちか下ろすことができます。こういうような一体式になっております。ここの紐を引っ張ってここにね引っ掛けるようなねシンプルな作りになってますね。この辺もねタンドラよりはちょっと手間はかかります。で、下の方に降りてきて、こちらね小物入れが2箇所ありますね。はい、車載工具が入ってる小物入れと、何も入ってないようなね小物入れ、僕ちょっと椅子入れてますけど、こういうような感じですかね。チップアップするとね、この辺もね何かね物を積んだりとかできるので、結構貴重なスペースとしてね有効に使えそうですね。外装編と内装編という形で、撮っていったんですけど、皆さんどうでしたでしょうか。こういった動画出すと、購入検討している方からね結構いろいろメッセージいただくことがあるので、非常に嬉しく思うんですけど、分かりやすい動画っていうのをね心がけて今後も動画作りしていきたいと思います。この動画がいいなと思った方は高評価、あとチャンネル登録してない方はねチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではガンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。